はい、おはようございます。柴犬のお稲荷です。さあ、今日はお稲荷くんの朝ごはんこんな感じです。これとなんとこっちもあります。こっちはお肉メインで、こっちはヤギミルクにさつまいもとか、まあ、いつも入れてるケイソウドとかよもぎのパウダーとか、そういう粉物を入れて飲みやすくしています。あと薬膳のクコの実と菊の花も入ってますね。さつまいもを水にしたのよね、混ぜたんだよね。はい早く食べさせろよって顔してるね。ね、はい、カブラギョイナリくん、はいこれなーに、これなーに、うん、これなーに、あ、上手、いいよ、はい、聞こえたかなって言ったんですけどママには聞こえないよね。グラスフェッドビーフと鶏のレバーとカシューナッツと人参の葉っぱを乾燥させたものと秋割り納豆が入ってます。あとは免疫力アップの秘密のサプリが入っています。お芋多かったかなまあいいね、夜少なくしようね細くてね、ちっちゃいお芋がいっぱい余ってたので、ちょっと水煮にしてお稲荷にあげてます。ワンちゃんはね、甘い味が好きなんで、お芋とか好きですね。炭水化物の代わりにもなるのでね、うん。クコの実と菊のお花も食べてます。こうやってね、作ったのをずっとね、美味しそうに舐めてくれるのを見ると、本当に作ってよかったなと思うし、嬉しいですね。あ、お水ごめん入ってないよ。ミルク飲んだのにお水も飲みたいんだ、やっぱりね。ちょっと入れろね。はい、ピカピカ、はーい、美味しかったねえ。たっぷりの朝ごはんいかがでしたか、おいなりくん。満足した、満足した
ふーってふーってなっちゃう。どうしたの。はい、お座りして、はーい、ごちそうさまでした。美味しかったねえ。お腹いっぱいになったでしょう。ねえ、ねえ、よかったよかった。はい、ということで柴犬お稲荷でした。皆さんまたね。さよなら、ありがとうございます。